ヤマーン、どうもひろきです。今回久しぶりに映画の時間やっていこうと思います。今これを見ていただいている方、ちょっと気づいている方はいると思うんですけども、はい、こういう感じでラジオ形式で今回お送りしようかなと考えています。なぜこういう感じでやるかというとですね、映画を毎回紹介しているんですけども、こう勝手に映画の音楽だったり映画の映像を使うというのはちょっと著作権上非常に難しいものがありまして、毎回僕はカメラを見て一人で喋っていたわけなんです。まあ、ですがあまりね、絵面的に動くわけでもなく面白みがないので、まあこれ声だけでいいんじゃないかなと思いまして、今回はこういう形でお送りしていこうかなと思っております。ちょっとね、僕の声が元からデフォルトで鼻声っぽい、ちょっと通らない、かなり聞き取りづらい声ではあるんですけども、完全に DJ に向いてねえだろという声なんですけども、耳だけお貸しいただいて、通勤通学途中、あとは料理をしている時、寝る前のひとときなんかに流すように聞いていただければ嬉しいなと思っております。というわけで早速映画の時間をやっていきたいと思います。皆さんは普段映画館で映画を見ますでしょうか。現在ですね、96時間リベンジという映画が公開されているんですけども、今回はその第1弾にあたる96時間、現代はテイクンという映画があるんですけども、それを紹介していこうと思っております。はい、この96時間なんですけども、2008年に、フランスで制作された映画になります。監督はピエール・モレル監督、そして制作リュック・ベッソン、脚本がリュック・ベッソンとロバート・マーク・ケイメンという方が手掛けていらっしゃいます。はい、リュック・ベッソンですね。で、この監督ピエール・モレルさんなんですけども、この方はもともとリュック・ベッソンの映画なんかで撮影監督、カメラさんですね、をやっていらっしゃった方です。なので普通にかなり迫力のある撮り方、かなり面白かったです。そして今回この96時間の主人公が、元 CIA 工作員のブライアンという男なんですけども、そのブライアンを演じているのが、リアム・ニーソンという、俳優さんです。実はね、前回の映画の時間の時にね、このリアム・ニーソンさんの名前が出てこなかったんですけども、はい、シンドラーのリストとか、あと前回のお話しした、歌ってない方の古い方の、レイ・ミゼラブルの映画に出ていらっしゃる方です。はい、では早速、内容、ストーリーを、お話ししていきたいんですけども、若干ですねネタバレを含みますので、どうかお気をつけください。まずは主人公なんですけども、元 CIA 工作員、ブライアンという男です。彼はカリフォルニア州に一人暮らししています。もともと妻もいたんですけども、妻とはもう離婚して、その妻は裕福な再婚相手スチュワートという男とですね、あとは自分のブライアンの実の娘のキムということをですね住んでおります。そんな仕事を退いて今は一人暮らしをして寂しい生活を送っているブライアンなんですけども、今の唯一の楽しみだったり生きがいはですね、娘のキムにたまに会うことなんですね。娘の誕生会にですね、プレゼントを持って行って一緒に写真を撮って、すぐに帰ってその写真を見てにやけてるという、ね、ちょっと寂しい感じの生活を送っていました。で、ある日ですね、娘のキムから、連絡が来て食事がしたいと。あ、これもうブライアン大喜びですよ。ウキウキでそのお店に向かうわけなんですけども、そのお店にはですね、キム、娘のキムだけではなく、離婚した妻のレノアもいたわけですね。あ、これもうなんかあるわって、もうすぐに察して気づくわけなんですね。そんなわけで話を聞くとですね、娘のキムは友人のアマンダという女の子と2人だけで、パリ旅行に行きたいと、言い出します。まあ、許可証にサインくれという話だったわけですね。最初はブライアンはこう女の子だけでパリに行くなんて危険だ無理だとか言うんですけども、まあこうパリのね美術館を巡りたいんだという話を聞いて、最終的には定時的に連絡を入れろということで承諾をします。そして出発日の当日ですね、ブライアンが
空港まで送って見届けるということになったんですけども、その途中で、まあ、実はその今回のね旅行の内容が違うということを知るんですね。実際は U2 のライブツアーの追っかけみたいな感じだったんですね。それでムッとするんですけども、まあ今更どうしようもないので、とりあえずそこは見送ってしっかり連絡を入れろよということで、娘と友達2人を見送ってパリに送ります。そしてパリに着いたはずなんですけども、一向に定時連絡が来ないということで、ブライアンはそわ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 するわけなんですね。なんだこの親父はっていうぐらい、まあ僕は娘がいないんでわからないですけど、実際に娘ができたらこのくらいになってしまうのかなという感じで見ていましたが、もう本当にそわ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 して、自分の元の妻にも連絡して、連絡が来ないんだけど大丈夫かな大丈夫かなと言ってるんですね。一向に定時連絡が来ないので心配になったブライアンはもう自分から、連絡をするわけです。何回か連絡をして、娘が出たわけです。やっと宿泊先に着いたよみたいな感じで電話をするんですけども、その電話の最中にちょっとことが起きてしまうわけです。なんとですね、その電話の最中に知らない男たち 3,4 人が部屋に入ってきたわけですね。そして友人のアマンダをさらっていくところを見てしまいました。キムはもう完全にパニック状態です。元 CIA 工作員のブライアンは即座に落ち着いてこう対応を取ります。犯人はどのくらいいるのかとか、そしてブライアンはベッドルームに行ってベッドの下に隠れろという指示を出します。キムはそれに従ってベッドルームに行ってベッドの下に隠れます。そしてブライアンは娘にこう言います。いいか、よく聞くんだ。今からお前は捕まる。はいとまあ娘のキムはね、拉致されてしまうわけです。そしてそのずっと電話をしていた間の、わずかな手がかりをもとにですね、犯人たちを見つけ、ブライアンは単身でパリに行って娘を取り戻しに行くわけなんですね。そのこのブライアンですか、このパパですね、リアム・ニーソンがまず強い、気持ちいいぐらい強いと、無敵すぎ、もう最高です。本当にこれは見なきゃわからないっていう感じですね。本当にこの父ちゃん何者っつうぐらい、 CIA ってこんなすげえのって多分こんなすごいわけがないと思うんですよ。絶対的にもう超人すぎて、本当にこれはアクション映画が好きな方、もしくはボーンシリーズなんかが好きな方はもうぜひ見ていただきたい作品でございます。この映画なんですけどもね、リュック・ベッソンが制作、そして脚本を手掛けているので、もうかなり面白いですよ。話はちょっと変わってしまうんですけども、このリュック・ベッソン、僕かなり影響を受けていてですね、その90年代のリュック・ベッソン映画、こうニキータから始まり、こうレオンだとかフィフスエレメントとかジャンヌ・ダルクといったあそこの辺の映画がもう大好きで、めちゃくちゃ見て影響を受けているんですけども、その他にもこうリック・ベッソンが監督はやっていなくともこう携わったタクシーだとかトランスポーターだとかいろいろあると思うんですけども、いや面白いですよね彼の映画は。はい、というわけで若干ですね、こう話が逸れてしまったんですけども、ぜひとも見ていただきたい映画の一つでございます。若干内容がですね、こう人身売買であったり残酷なシーンがあったりということはあるので、まあ、小さいお子さんに見せる映画というものではないような気はしますけども、まあこうカーチェイスだったり銃撃戦だったり格闘だったり、こういろいろ見どころがある、もう本当に面白いアクション映画なので、ぜひ気になった方は見ていただきたいと思います。というわけで今回はですね、初めてこうラジオ形式でお送りしたわけなんですけども、声だけでこうどうこうするってこれ難しいですね。やったはいいものの、かなりこれ難しいなと思いました。ぜひですね、もう少しこうした方がいいよとか前の方がいいよとかあったらですね、コメント欄に、感想など、書いて教えてください。はい、というわけで今回紹介したのはリュック・ベッソン制作、主演はリアム・ニーソン、監督がピエール・モレルの、
96時間という映画でした。気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで、でした。じゃあ。